こんにちは、ライムです。はい、ということでですね、クリスマスチケットドローがあと3時間なんですよ。忘れてた。完全に忘れてたね。こんなのあったねと思って。そう、残り3時間ね。もうクリスマスもう10日前ですよ。クリスマスも10日前ですけど、こんなガッチャが残ってたんでね、ちょっとやっていこう、全部使っていこう。まあ例によって、まあ雑談になるのでね、まあライムラジオだと思って行こう、行きます。年明け一発目のライムラジオ開幕。305連だから途中で一回ボックス整理入るけど、まあどっちにしろこの305連して多分ボックスに残るの5枚ぐらいじゃないかな。こんなこういう感じの中身だからね、言っても中身こんな感じだから、まあこれはね、シオン闇、これはねすぐだよ。こんなの、この動画がアップし終わり次第多分もうあれだろうね、売却される運命だよね、この辺のメダルはね。なんだろう、もうだから無課金税とか、あと新規税の方かな、どちらかというとね。ほらこの前の動画でもね、リバースだけのエコノミードローっていうねものやったけど、今出たこの最終形態とかね、こういったメダルに関してはね、あの情報修正とかされてるから、新規税的には多分嬉しいと思うんだよね。教えてくれ、うん、最近こういったあの過去メダル手に入れる機会で一番やっぱりベストなのはこのチケットドローだからね。本当にこれはまあ無課金税でも、まあ、誰しもが平等にできる無料ガチャっていうところがあるので、こういったところで過去メダルを入手して、まあ、情報修正メダルに備えると。なんか天井回避したような気がするけど、まあ、別に嬉しくない。嬉しさが特にない。持ってるからねこれ、そもそもね、まあ、だから本当新規税向け金税向けになってくるんでしょうかね、この辺のクリスマスサンタに関してはね。うん、待たせたようだな、セフィロス。かわいい、帰りがかわいいからいいね。ほらこのゼムナスとかね、情報修正されたもんね。これ最近だね。この辺のメダル情報修正全然来ないんだよね、バフメダル。まあ前にあれか、9月の時かな、帰り X が情報修正されたけど、10月の頭だけかされたけど、なんかそれ以来バフメダルってね、やっぱあんまり来ないんだよね、アタッカーと違って。バフメダルやっぱ特殊というか、ちょっとね扱いが違う感じもするので、光は5つ、まあ出しに単純に出しにくいということもあるんでしょう。つながる心がすげえ、めちゃめちゃつながってくるじゃん。つながる心がすごいね、今めちゃめちゃつながったわ、今心がつながりすぎた。まあだからあんまりこれガチャ結果として、あんま中身としては正直僕動画配信者が言うものではないけど、動画というかこのガチャの中身としては別に面白くない。なんかさ、ここでさ、なんか超低確率でも、なんか例えばさ、最近のあのこの間ブラックフライデーでも出たセフィロスが入ってるとかさ、そういう感じなら、ね、面白い。これもしかしてワンチャンライム引けっかもしんねえな、みたいな感じのワクワク感で見れるかもしれないけど、お、リクが並んでるけど、リクが並んでるね。目隠しリクが並んでるね。こういったまあ奇跡もあるし、ここにもリクいたわ。すごいね。黒コートリクが並ぶ。そう、こういった楽しみぐらいしかないんだよ。なんか特別なんか最近のメダルがさ、ここで来るのかクラウドみたいなさ、そういう熱い展開もないからね別に。ありがとう。あ、ここでステンドグラス出んのかみたいな、ここで MOM 出ちゃうのみたいな、そういうのもないので、まあ
まあ、ちょっとねあれだよね、機械的になってしまうよ。教えてくれ。どうしたソラ、もう終わりか。ボイス豪華だね。やっぱ昔のメダルってこうしてみるとやっぱボイス豪華だね。ボイスがね、最近ボイスメダル少ないからな。今度はこれ天井分かな。このサンタは俺でなくなっても、このサンタは天井分かな。待ってるだけ、手加減はなし。うん、情報修正メダル2枚来たね。うん、こういったも引きがあるから、やっぱり新規税無課金税向け的には嬉しいのかな。まあ、何が情報修正来るか分かんないからね。ぶっ壊しちゃおうかな。まあそうだね。でもそうか、あの普通のドロップさんのメダルとかも情報修正されちゃったからね。まあ性能的にはあれだけど、このダークリックとかさ、もう情報修正されそうじゃない、そのうち。リクレプリカ、あとこの春 EX とかね。なんだっけあれ、正しい名前シオン EX じゃないよね。 HDEX か。 SB プラプラの分、名前が長くなりすぎちゃって名前が省略されちゃうんだよね、最近のメダル。どうしたソラ、もう終わりか。この間もロクサス&アクセル&シオンもさ、名前が長すぎてさ、情報修正されるときにロクサス&フレンズに訂正されるって、ね、省略されちゃうっていう。すごいね、情報修正メダル あらゆるもの来るね。これもあったしね、これあったし、これもされたもんね。いや、リクレプリカ来そうだな。リクレプリカすごい目立つんだよね。あのミアの魔物ボイスがね、ちょっとね耳に残りすぎちゃう。怒るな。予知者メダルも情報修正来てもいいと思うんだよな。結局今年出なかったね、そういえば予知者って。そうだよね、毎年来てた予知者が今年は来なかったんだよな。予知者が来なかったのは1年目と今年だけじゃない。他の3年は毎年来てたので。アクセル HD もそろそろまた情報修正されそうな気がする。セフィロスもされてもいいと思う。もう早いもんでね、飛ばしてるともう残り65連ですよ。やっぱ飛ばすとね、すげえ早いんだよね。ここの演出が一番長い説あるからな。これ。ここさえ飛ばしてしまうとめちゃくちゃ長くなるんだよな。今行くぞ。私は存在してはない。今んとこ3枚出たね。今3枚出た。これ天井回避かな、この空。サンタ空。もう季節外れだけどね、もはや。もはや季節外れなんだけど。今これ3枚出た感じですね。つながる心が、つなここ俺ちか、つなここ俺ちか。これなんだっけ、2年目の正月だっけ、キーアートナンバー6。これのラクシーヌ実装して。今そういえばこの絵見るとあれだね、ゼクシオンとマールーシャは実装されたわけか。このナミネとか欲しいな。このイラストナミネ欲しい。ミキオが若干邪魔だけど。ああ、セフィロス EX な。とてもよく見て。セフィロス EX も情報修正されてもいいな。闇とたとえ。なんか一番新しいメダルじゃないこれ今ガチャした中で一番新しいメダルかもしれない。それでももう半年くらい前になるのか。時代が流れるの早いですね。早い。あのメダルが最強だった時代もあったんだよな。どうしたそら、記憶したか。時代が流れるのが早い。いやほんと丁寧な、しかし最近のメダル。あ、もうあと5連か。ゴフィだよ。ちょっと今似てなかったね。今急に来たから。これは下に乗ってるマシーンはストレリッチャーだよね。このマシーン。
今ちょっとあのピグレットのモノマネしようと思ったけどやめた。ありがとう。完成度、まあ、ピグレット全然ドドドどうしようしかで分かんないからセリフがピグレットのセリフそれしかイメージない。ドドドどうしようってプーだったらプーのモノマネするんだとしたらいつも大体するとしたらうんとうんとうんととしか言えないんだけどはい、ということであれだったね、早かったわ。喋ってたらあっという間だな。もう10分か、終わってしまいましたね。特別今回の引きでなんか良かったのはなかったね本当に何もなかったな。本当にソラサンタが3枚出ましたね。天井回避した分もあったけど結局ね、3枚分しか出なかったので普通に天井でも変わりませんでした。はい、まあ、性能解説はもう前にした通りなんで今はもうわざわざしませんが、まあドローポイントもう課金税とかもうメダルが揃ってる方にとってはもう本当にドローポイントに変換するためのガチャだし、無課金新規税の方からするとね、まあ、情報修正今後されるメダルを獲得する、まあ、貴重なガチャっていうことにもなってくると思うので、まあ少なくともボイス付きとかね結構人気そうなメダルだなっていうところは1枚はね少なくとも残しておいた方がいい、確保しておいた方がいいかなと思いますのでね、こういったガチャを利用してねぜひ昔のメダルも集めていきましょうといったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。